どっちなんだろう。許されるのか処刑されるのか、はい、どうしよっかな。人道税の壁を越えてくれ。さあ越えれるか。どうすかな。結果はいかに。ダラ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 計算見た。いやー高田さん処刑があれだったかな、分岐になったかな。原子炉ピカクロス高田、ピカクロス高田、ロワー行くか。いいんですかこのタイミングで殺し。はいはいはい。で、アドミンです。アドミン。アドミン。アドミン。ちょっと前、ケイさん、原田見たよ。誰かとすれ違いましたよね。見たよ、ケイさん、アドミンにいるの。ね、アドミンに入ったときに、誰かとすれ違ったんですけど、色ちょっとすみません、覚えてなくって。で、アドミンの途中まで入ったら、でも原田さんが見たって言ってるってことは K さんと原田さんじゃないですか。うん、色は覚えてないですけど、色は覚えてない。とりあえずアドミンから出てくる人がいて、うん、でアドミンの真ん中まで行ったらなぜかあのレポートのところが出てて、で僕そこで見えてなかったんですけど、なんだと思ったらアドミンの奥の方で死んでました。あの多分カードリードしてるところ。ああ、なるほどね。1個確認させていただきたい。 K さんはアドミンの何のタスクをやってました。アドミンのね、手前の方のやつです。ワイヤーかな、ダウンロードかな、多分通路がが際、通路際のやつで、それを終わった後にアドミンのその人のやつを確認して、あ、そう、ごめん、あのレポートじゃない、あのアドミンにね2人いたんだよ。ん、見たら僕あの誰かが出てって、でその後になぜか2人表示されてて、アドミン見たときにあの、ポコポコって人数出るやつ、自分の死体じゃないですか。そうで奥行ったら死体があったの。ああ、なるほどね。そう、ごめんごめん、あのレポートじゃなくて、 K さんは誰か1人見てて、原田さんは K さんがすれ違ったよって言ってんだったら、だから多分よっぽど原田さんだと思う。え、待って、そう、見た、いや原田さんは見たとしか言ってないんだけど、すれ違いました。どういう感じで見ました、 K さんのこと。原田さんは誰かとすれ違った。原田さん視点を聞きたい。K さんが、入り口あたりで止まってたんで、入り口の、なんだっけ、配線、あ、ダウンロードだっけ、とりあえず入り口あたりの、ダウンロードではなかったと思って、で、で、リアクターになっちゃったから、行かなきゃと思って、走ってってる途中なんだよね。リアクターに集まった人間結構いたから、そこで売り出せんじゃない。エラゾーと、待って、その K さんの、そのすれ違ったタイミングと一致してますか、原田さんの証言は。一致してると思うけど、計算して。原田さん、ごめんなさい。もう一回、ストレートカフェテリアの通路を通ったのか、アドミンから出てきた人なのか、どっち。あ、自分アドミンから出てる。アドミンから。じゃあ原田さんだと思います。じゃあ原田さんだと思います。K さんしかいないんだよね。K さんがセルフレポートして押し付けてきてる人。じゃあ原田さんとローラーで。原系ローラじゃない？ローラです。原田さんから行きますか。じゃあよっぽど原田さんです。見落としまーす。スキップしました。はーい。K さん見ると。クロス、ストレッチ2つ、1つってことは、これストレッチに死体あるんじゃね。原田さんで落ちてんじゃない。じゃあ
一応僕は絶対村で原田さんだと思ってるけどロラでも飲みます。まあ自分のわざわざ使ってやってくれたからありがたいので飲みますか、うん、じゃあタスク結構まだ残ってるんで、うんうん、多分幽霊の方がやりやすいしいいよ。はい、まあでも、まあ、ちょっと話し合い7人に一郎だったらほぼ勝てるだろうっていう感じだね。でも、うん、で、まあ、あとはあの話し合っててください。僕自分に入れときます。このどうすかどうすか、別に僕は K さんの相方とかじゃないですけど、うん、この白さ僕はね決め打ちここでしても面白いなと思いますよ。あ、人狼勢のローラーの壁を越えた。俺はローラーで押しちゃったわ、もうローラー俺は入れちゃった。全然いいっすで、僕はローラー大好きだから。ただまあ白いのアドミンのアドミンの話とか白いけどね、たまにはたまには白いんだけどね。まああの状況上ローラーしていたが安心だよねってのもわかるから、別にただ7名だからほぼ勝てるからねっていう。そうね、なんだよな。やっぱローラー最強なんだよな。死んでもらおうかじゃ。人狼勢らしい。人狼プレイヤーがわかるとこうなるな。いやもう幽霊になって助けありますよ。 K さんが疑われてる状態っていうか、まあ、ローラーするっていう話の流れではあったから、 K さん自分で押さないで誰かやった方が良かったんじゃないと思うけどね。 K さんが人狼なんだったら、まあまあね、それか誰か、そうそう、だからこそ誰か見張れってなんか一緒に行動する。K さんとそれでもいいけど、あ、買い殺しだったじゃん。それだったらいいですよ。プターさんと一緒にとかでも一応できますけど、ロラッファーか。あ、ちょっと怖いから殺しときてえわ。これは見通し怖いね。死ぬ死ぬ死ぬ。俺は死ぬ。うん、でもなんかこの後鬼ごっこできたら嬉しいな。あ、ごめんなさい。いや鬼ごっこってことは追う側ってことですか？いや鬼ごっこっていうローカルルールがあるんですよ。ミニゲームみたいな。あ、そういうこと。そう。だからこれでゲームがあんまできなくなるからやりたいなっていう K さんの甘いです。僕は東京甘いです。僕はもうスキップしましたよ。うわー、かっこいい。かっこいい。甘いですって言い方あるな。どうするんだ、遊びたいな、遊びたいなっていう K さんのアピールです。これはミーでミーでスキップか K か行きましょう。はい、どっちなんだろう、許されるのか処刑されるのか、はい、いやどうしよっかな。人狼勢の壁を越えてくれ。さあ超えれるか、どうすっかな。結果はいかに。ダラ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 。タスクする気なくないかこの人。どうしたい？結局見張ってんじゃねえかよ。ちょっとあまりにもサボタージュが起きなすぎてるな、これ。なんだこれ。ちょっとエレクトリカル行くの怖いな。まあ、ロワーに行く流れか、これ。O2。直す。いや俺はケイさんを信じるぜ。ケイさんはね、かつて信じるゲームだと言ってましたから、いや、ごめん、言ってないかもしれないけど人狼は信じるゲームだって、ね、言ってましたからね。知らんけど。でもコミュニケーション行ってアドミン行った流れは、まあちょっとシステム的な話になるけど、一応、
ルート的には正しいよね。ビビってんね。インパクトビビってんね。感動した。誰？誰も死んでないか。あれ？いや、ピカピカクロスが死んでるね。あれ、あ、死んでんのか。うん、あれ、ピカクロスさん議論で殺してないか。あ、そら、そうそう、砂留さんの死体と間違えちゃった。はい。いや、マジ感動した。あと、先端さんめっちゃ動きがありがとう。なんて、なんて、ちょっと。ピカさんいたの見てるよ。どこら辺、いつですか？ピカさんの話するか。オツが鳴る前。結局、ごめん、ケイさんはずっと見張られてたの？うん、先端さんにずっと付き合わせ出てるから、うん、ダブルキル発生してないから完全な白照明ではないけど、ずっと一緒にいた。まあ、そうだね。まあ、今の時間だとダブルキル発生しててもおかしくないけどね、一、うん、人で。テラゾーの因縁が正しいんであれば、うん、そのストレージであれば、高田さんはできません。リアクターにいました。で、そこから O2 上の方もね、ずっといた。ごめん、ごめん、どこにあったって言ってた？え、死体は見つけてないんでしょ？ああ、見つけてない。見つけてない、見つけてない。あれ見つけてない。O2 が鳴る結構前にストレージですれ違ったと思う。なるほどね。どういう方向にすれ違った？エレクトリカルで、停電があったんだっけ？あ、違うな。エレクトリカルにいて、4人ぐらいと合流してストレージ向かった時に、誰だったか忘れたけど、うん、ストレージで、俺の後ろに何人かついてきてる人の中にピカさんがいて、俺は上に抜けたけど、ピカさんはどっちに行ったかまでは見てない。うん、ストレージにいたなっていう、うん、それそこそこ前って話ですよね、うん、それを証明できる人いますか？他寺蔵さんを見たという人、うん、ストレエレクトリカルから出た時に なんか寺蔵さん歯切れ悪いな、ね、ちょっと待って待って、寺蔵さんがなんで俺セキュリティでカメラ見てたのは時系列どっち側なの？俺セキュリティでカメラ寺蔵さんがずっと見てるのを見てたから。ああそうだね。それは時系列的にどうなってるの？セキュリティからロアエンジンストレー、エレクトリカル入って、エレクトリカルで4人ぐらいと合流してストレージに行って、そこからは他の3人が見てない。誰だか覚えてないけどピカさんはいた。じゃあこれ寺戸さんだな。なんでだよこれ。だってあれだもん、いやそもそも4人だっつってんのに2人なんで言わないの？その2人いや、 K さんとタンクしてたもん、うん、O2 なる直前、うん、見てないもん寺戸さんのこと。その時は多分いないよ俺もうすでにそこに。いや、オツになる直前でしょ？結構やってたよ、うん、うんうん。まあスキップするか。まあスキップか。直前じゃないよ、もっと前だよ。うん。いや、今ちょっと変わってない話。ついてから。いや、直前じゃないよ、言ってない直前なんて。オツになる前って言ったんだよ、俺。センテラ系で行こう。3人で？いいでしょう。でもさ、いや、3人で動くのはちょっとあれなんだよな。メッドベイ行きたいな。これ一回押すのもったいないかな。マキンさんと動きゃいいか。はい。あ、マックスさんやられるか。どこ？え、もうストレージの上。ストレージの上。ストレージの上？通路ってこと？通路。ストレージの上の通路。停電時。あ、停電時か。停電時だよね。今だよ。僕通りましたよ今。ストレージ。今エレクトリカルの電気を直そうとした廊下でなりましたね。多分通りながら殺したってことっすね。でもあれだ、前も暗かったからな。あ、閉まりましたよね、その前にストレージが。ストレージが閉まって、動き的にはストレージが閉まって、もうアドミンに、4人かな ?4 人入って、うん、で、僕と K さん以外は停電になってから、出ていって。先端と K さんは俺より後ろにいるから絶対違う。うん、そう。で、うん、寺田さんの前に誰かいた？私、ですね、閉じ込められた際に、もうみんなの前に行ってたんですね。行ってた。竹尾が行ってるの俺見た。はい。はい、なんで私今現時点シールドなんで違います。シールドに行ってたんだ。ね、扉のと閉まった時に多分扉の外側にいたというかストレージ側にもう入ってたと思うんだよ。はい、行ってました。うん、うん、それは見た。だからみんなの行ってたと思う。僕がエレクトルからの停電のやつに向かうのは多分僕が一番先頭だったと思うんですよね。僕は誰も周りにいなくて、
一人で、ああ、出たって、殺されるの嫌だなって言いながら、あの停電の方向かってたんで。これ レポートなった瞬間どこにいた？レポートなった瞬間はエレクトリカルとストレージの間の廊下ですね。あ、じゃあ俺の方が早い。俺エレクトリカル入ってたもん。あ、入ってた、うんうんうん、俺の方が前いる。あ、でもまあ暗かったから周りにいなかったって思ったら。じゃあ、手橋さんと俺ローラーでも大丈夫だよ。僕も？ん？だから、え、寺蔵さんと手橋さんで。僕はちょっと仕組みだけいいですか？多分だけど、うん、なんか寺蔵さんが切るって後ろに通じてたんですよね。だからこのタイミングでもう暗いし、みんな団体行動してるから殺してなん、もうすぐセルフレポートしないと見つかっちゃうからみたいな感じじゃないかなと思うけど、うん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 、それはすごいわかる、うん、いいと思う。まあまあローラーすればいいんじゃない。ローラークソやだな。高田さんが前に出てくれば拡張取れないのでいいけど。いや俺多分拡張取れないと思うよ。それ証明するのって多分プテハシが見てるって言わないと証明ならない。でも僕高田さんのことは白いって言えないですね、見てないから。高田さんはさっきのやつができなかったんで、さっきのキルが、ピカクロスくんキルが、ね、あ、じゃあ白で置いていいんだったら僕は寺蔵さんに入れるわ。そうだね、もういいかな寺蔵さんで。うん、ケイさん僕のこと守ってほしいなって。見落とします、うん、プテさんは白く見てる。あと一人落としてください、お願いします。と見せかけて、いや、おめでとうだよな。いや、やっぱ見てねえもん、やっぱオイルのところで。あのね、二人がオイルやってる時にその下にいました僕。そうなるほどね、原田テラ像なわけねってことは。いやー見事だな。なんでさ、ストレージに4人もいたのにさ、ピカさん見てないの君たち。そうなんだよ。あの届かなかったんですよね。何人かがその前だし、しかもその話、そう、私の死体が、あのストレージのゴミ捨ての上側だったんですよ実は。だから あのコミュニケーションの通路ちょっと下に行ったら実はもうリポートができるんですけど、あのプテハスさんとか綺麗にね、最短コースをドリフトのごとくにギュインって曲がりながら行っちゃったから、リポートの前にギリギリ入んなくて。あ、見えなかったんだ。そう、そうね、ピカさん隠し、あの見られてなかったのかな。俺が視界広かったから見えてただけかな。あれ見られてなかったっぽいですね。あ、めっちゃ狭いっすね。僕 0.5 でやったの初めてだったけど、めっちゃ狭いなって。いや、これはもう K さんを信じてスキップを押した僕を褒めてください、ここは。いや、ほんとだ。人狼の声を超えたよ。そもそも人狼なのにローラーしないのかと思っちゃった。すげえ、ローラーって自分のこめかみに銃口を向けるスイッチでしょ、あれ。ありがとう。あんなことするかって思っちゃうよな。信じちゃダメだよ、無理だよ、原田。ごめんなさい、思いっきりすれ違ったのに見られてないと思わなかったんですよ。そうですね、言わなくてよかったね。言わなくてよかったよ、あれは。まあ言え、まあ、あれ言わなくてもリアクターにいる人数めちゃめちゃいたから原田にたどり着いてたよ多分。はい。あ、でも、うん、すごいなって思うのは、まあ、寺蔵さんとかもそうだけど、覚えてるじゃないですか。そう、すごい。マジで一人しか覚えられないですわ、一緒にいる人。いや、わかるわかる。だからリアクターの人数特定できるとか言ってたけど、この人は何を言っているんだ、難しいって思いながら、絶対無理だわって思いながら。色も怪しいからな。うんうんうん、もう原田とローラされちゃうから、うん、あの話をそらそうと思ってリアクターにいる人間で白圧迫 しましょうとかで提案したけど誰もついてきてくれない。覚えてねえわって一周された。ね、日頃からめちゃくちゃやってるということで。寺戸さん歯切れ悪いっすねっていうのがちょっとよく分かったなと思っちゃった。あんまり歯切れ悪く聞こえなかったからさ。あれ雑黒塗りじゃないでもさ。で、分かんない感じ。いや、でもなんか別に歯切れ悪くないような気がするけど、でもなんか結構みんな思ってたと思いますけどね。ケイさんが言っただけで感じるところがあったのか。なんか違うなと思っちゃった。ね、ちょっと笑っちゃったけど。歯切れとか言ったせいなんだよな、完全に。あんまり分かんなかったけど、歯切れ悪いっすねって言われてクソ笑った。あれめっちゃ笑っちゃったわ。なんか煽りでしょ。雑殴りだなと思っちゃった。感覚で生きてる人間なんでちょっとそう言っちゃうんですよね。まあでも いい揺さぶりにもなってましたよね。なんかそっからなんかもうひよってる感じになってたから、ちょっとちっちゃくなってましたね。ちょっと難しかったな。寺田さんが3人で行動するって話になったからこれむずいなってなった。いや、殺された立場から言うのもなんなんですけど、完全な華麗なるキルで、で死体発見が実は1分ぐらい遅れてるんですよ、あれ。あ、そうなんだ。本当に起き資源なる直前に殺されてるんで、だからボタンを押さずに普通にあの見つけられてた方が都合良かったかまであるわ。
そう、全然気づかなかったな。寺堂さんがエマージェンシーを押すまで誰も見てないんですよ。完璧なキルでしたね。だから、なるほど ね、そういうのもあるんだ。見つかんない方がいい、うん、あ、見つかった方がいいみたいなね。え、でも最初のキルはでも原田がすれ違うって言わなかったら原田にたどり着かなかったような気もするんだけど、どうなんだろう。なんか、あ、確かに確かに。うん、でもビビっていっちゃいますよね。ビビっちゃうよ。あ、そっかそっか。ケイさんが覚えてなかったからって話ですよね。そうそう、うん。あの時原田がケイさんとすれ違ったって言ってたから、ケイさん的に原田でしたね。じゃあすれ違ったのはっていう辻褄が合っちゃったから、うんうんうん、まあローラーになっちゃったけど、あ、ローラーみたいな雰囲気になっちゃったけど。うん、なんかそれちょうど言ってましたね、前寺戸さんが。そういう時は誰だったっけっていうんじゃなくて、ね、すれ違いましたよね。ほら。早く、なるほど、早く出てきて、ね、いいんですかって、隠すんですかって言って。あ、そう、それたまにやる。なんか、この前、スナパイさんにやられた、それ、なんか。覚えてねえのに、はい、炙り出すっていう。一人いましたよね、名乗り出てくださいって言って。できなかった時、どうするんですか。あ、引っかかんなかったか、みたいな感じで、全く覚えてないんだよ、みたいな感じで言って。まあ、そしたら、そのうちその人が、いや俺も覚えてないんだけどって言い始めるんですよ、大体。スナパイさんもそうやってました。確かに。あの炙り出し方すげえやだ、もうあれ。なんかちゃんと見てないとな。覚えないといけないのきついな。いや、楽しかったですわ。楽しかったね。議論がやった。すごい、過去最高に議論が面白かった。先端さんと高田さんの殴り合いがマジで面白かったもん。あれ、ほんとただの不毛な話だ。あれは、結局2000ともね、2000とも白だったから、お互い。しかも互角っていう、なんか、殴り合いが。意味のない戦いが。あれ面白かった。発言で拾ってくからね、完全に。笑っちゃったわ。どこにいたとかいう話にならない。なんだよ。うちので議論したがりなんだから。いや、おもろかったわ。面白かった。あとはマックさんとインポサで勝ったから、ま、たね、上手でしたね。初で完璧なキルされてましたもんね、マックスさん。いやありがとうございます。なかなかノラでできないからまた、うん、そうですね、うん、ぜひやりましょう。やりましょう。はい、お願いします。はい、じゃあまたぜひ呼んでください。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではなー。